この動画はご覧の皆様の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、女子服大好き緑川です。今日は横浜市緑区の長津田駅に来ています。東急田園都市線から JR 横浜線への乗り換え駅です。今回乗車するのはこちら東急こどもの国線です。路線距離は 3.4 キロの路線ですが、東急にとっても重要な路線の一つです。実は乗り換え階段を降りたら改札口はなく外に出てしまいました。実はこの路線保有はみなとみらい線と同じ会社の横浜高速鉄道なのです。開業はみなとみらい線よりも早い2000年です。3年間の休止の後、横浜高速鉄道として通勤線化して再スタートしたのです。こどもの国線は1965年に開園したこどもの国へのアクセス路線として1967年に開業しました。しかしそれはあくまでもこどもの国へのアクセス路線、休園日になると本数が少なくなり通勤で使うには使いづらかったのです。始まりは国鉄横浜線から伸びる引き込み線を旅客線化したものです。東急が保有せず、1997年までは社会福祉法人こどもの国協会が施設を所有していました。こどもの国は旧日本軍棚弾薬庫跡地で田園都市線開業前に横浜線から分岐していたのでした。沿線に住宅が増えてくると通勤需要が増えてきます。保有のいきさつから他の事業者に変更の必要が発生し、横浜市の第三セクターが保有することになったのです。実はこの恩田駅も通勤線化する際に新設した駅です。この駅で列車の交換ができるようになりました。なお通勤線化前には恩田駅付近に長津田車両工場があり、東急電鉄と横浜高速鉄道に所属する全車両の整備と地方に譲渡される車両の改造などを行っています。このようにこの線路は長津田駅延伸後の東急にとっても重要路線だったのです。しかし長津田駅付近の住民から反対運動が起きました。先ほど通過した急カーブからの騒音を危惧したものでした。バス転換の話も出ましたが、東急の車両工場があるため低騒音の起動部材で補ったのです。この日は休日でしたので多くの方でにぎわっておりました。この車両は東急3000系一次車をベースに製作されています。それでは改札の外に出てこどもの国方面へ向かってみましょう。改札口は長津田駅にはありませんでしたが、他の2駅では改札が準備されています。こどもの国は約100ヘクタールの広大な敷地に多摩丘陵の自然を生かした施設などがあります。それ以前の戦時中は当地は旧日本軍最大規模の弾薬組み立て格納などを目的とした弾薬製造貯蔵施設であったのです。そして鉄道を活用した輸送が実施されました。本日はスケート場としてにぎわっていたようでした。
それでは今回はこの辺でまた次回お会いしましょう。本日もご視聴いただきありがとうございました。皆さん、こんにちは。女子服大好き緑川です。今日は平塚駅近マルシェのご紹介です。第一土日の開催、着物吉永さんで開催されるマルシェです。着物の着付け体験のほか、女子力を上げる職人さんが大集結。みんなぜひ遊びに来てね。